5日ロンドンのウェストエンドにあるアンバサダーズシアターでの初演以来2020年3月に COVID-19 の流行により公演が中断するまで世界で最も長い連続上演をしている演劇として知られている。元は大体ゴーメアリー・オブ・テックの80歳の誕生日を祝うラジオドラマとして1947年に BBC の依頼により執筆した3匹の盲目の ネズミを1950年にクリスティ自身が短編小説家さらに1951年に儀曲化した。儀曲化に際し、同名の儀曲が他にあったため、題名をネズミトリュに改めた。これは、シェイクスピアのハムレットの劇中劇と同じ題名であるが、これを選定したのはクリスティの娘婿のアイディアであったという。なお、元のラジオドラマの題名になった。 三匹の盲目のネズミはイギリスの有名な伝承同様でマザーグースの一つに分類されている。作中では歌詞がヒントになるほか登場人物たちがメロディを奏でたり口ずさんだりする場面がある。本作は1952年の初演以来ロングラン公演を続け2000年には上演回数が2万回を超過した。推理劇であるため 当初からカーテンコールの際に筋書きの結末を漏らさないようにと観客にお願いをしているほか、慣れで演技をしてしまわないよう定期的に役者や演出家を入れ替えている。観客にはリピーターが多くおり、一度見た観客は二度目には、ほとんどが自分の子供を連れて見に来るという。2012年11月22日に60周年を迎え、それを記念して、 ロンドン以外でもツアー版の公演が開始された。日本では60周年プレミアム公演として、2013年3月6日より、マウストラップとして、六本木ブルーシアターで公演が開始された。1年前に結婚したばかりの若い夫婦モリーとジャイルズはマンクスウェル山荘でゲストハウスを開いた。オープンの日、ラジオからは、 ロンドンで殺人事件が発生し犯人が逃走中であるとのニュースや大雪に関する気象情報が流れていた。雪が降る中、かねてからの予約客4名が次々に到着する。雪がなおも激しく降り続く中、外国人風の男性が現れ、玄関をノックする。男性は車がスリップしてしまったと言い,い、マンクスウェル山荘に急遽宿泊することとなる。 翌日の昼食後、雪で閉ざされ孤立したマンクスウェル山荘に警察から電話が入り、警官を一名差し向けるという。やがてスキーを履いたトロッター刑事がロンドンで起きた殺人事件の捜査のために山荘を訪れる。トロッター刑事は犯人が同様3匹の盲目のネズミの楽譜で次の殺人を予告しているという。そして照明が突然消えて、 宿泊客の一人のボイル夫人が何者かに殺害されてしまう。現代のマンクスウェル3層の今を舞台とする。二幕構成。日本語翻訳版について記載。ニュース、ウエストエンドリオープニングオブザ・マウストラップ・ウィルビー、ポスポンド・マイ・シアター・メイツ2020年10月に公演を再開した。大体号自身がクリスティの作品を望んだのだという。 日本語翻訳版は、愛の探偵たち、うさかよあきこ役、早川書房、2004年7月発行、ISBN4 から15から13万61から9ほかに収録されている。イギリスの著名な建築家、クリストファー連協と同名である。作品の書かれた第二次世界大戦の終戦後の時期、作中で戦争の影響によって、 登場人物の正体が容易にわからない状態が示される。ありがとうございます。